おじいちゃんの次は軍人です。松井塾です。はい、というわけで、前回の要するにところから2番バッター、ご検定の2番バッターということで、トラヤヌスです。はい、トラヤヌスみたいな、ね、はい、この人トラみたいな人間なんですけど、本当に、はい、ローマ時代のですね、最大領土実現ということになります。はい、ただ、じゃあなんでトラヤヌスさんはご検定の中に含まれてるんですかっていうと、むやみやたらにその要は自分のところの内側の人間をボコ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 殺さないということになるわけですね。とにかく敵は外にいるんだから外を叩けばいいんだよみたいなね。はい、ということで前回のネルワーさんのやり方をいいところだけ踏襲して、でその軍人の軍事力を要するにバックにして、軍事的な最大領土を実現しましょうねということで、軍事力を要するに背景にするという点はそこはネルワさんが踏襲しないというような形で、まあ、非常にバランスの取れた政治家の一人ということになります。まあ、多分最大領土実現が果たしていいことなのか悪いことなのかってよくわかんないですけど、はい、トライアヌスさんがこの要するにご検定時代の最大領土を実現しましたよということになります。はい、まあ、ご検定の時代の時は何番目に誰か何番目に誰かっていうんで覚えていってください。ただ非常に世界史覚えにくいのでそこだけ、ね、注意してくださいということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。